軍人将棋。軍人将棋とは、通常二人で行うボードゲームの一種。軍事将棋、または、行軍将棋とも呼ばれる。軍隊の階級や兵種をもとにした駒を用いて、盤上にて競う。欧米圏では、ストラテゴ、ストラテゴという名称の同種のボードゲームがプレイ、されている。軍人将棋では、駒を、盤上の自分の陣地に、好きなように並べ、 交互に駒を動かしていく。駒には強弱があり、駒の種類を対戦相手に明かさないようにするため裏返して配置する。このため、両陣の駒の種類を知ることのできる審判役を置く必要があり、同じマス目で駒がぶつかった時の勝ち負けを審判役が判定する。ゲームは相手の総司令部を占領するか、相手の動ける駒を全滅させた方が勝ちとなる。最後に、 同種の駒同士が残った場合は、相打ちとなるため、両方とも全滅する場合もあり得る。駒は、将位から大将までの各階級の軍人、及びタンク、飛行機、騎兵、公兵、地雷などがあり、種類によって勝てる相手が決まっている。基本的には、位が高い軍人の方が強いが、最下位のスパイは最上位の大将を撃破できる。地雷には、 飛行機と工兵しか勝てないなど細かい規則がある。軍人将棋のセットには、このルールを一覧表にしたものが付属している。審判役は、この一覧表を見ながら、勝ち負けを判定することも多い。ルールはそのままに、駒などをカジュアルなスタイルにアレンジしたものもあり、駒を立体、箱状にすることで、自分の側だけに駒の種類がわかるようになっていた。箱の内部は、 空洞で数本のピンが仕込まれており、そのデコボコでコマの種別がわかるようになっていて、それを付属の勝敗判定器により判定できるという二人のプレイヤーの他に審判役を必要としないオッドがされたもので一時期市販されていた。審判役としてコンピュータを利用するという対戦ゲーム化にあった性質があり、ファミコン用のソフトや Windows 用ソフト、最近では 任天堂 DS 用のソフト、誰でも遊び大全などで、コンピュータゲーム化されてもいる。一般の将棋など多くの伝統的なボードゲームが、完全情報ゲームであるのに対して、軍人将棋は、不完全情報ゲームの良い一例でもある。そのため、半ば、実力が問われ、半ば、運にも左右されるゲームといえる。一般的には、敵の総司令部マスを、対象、中将。 少々、大差、中差、少差のいずれかの駒で占拠する。これら以外の駒で相手の総司令部に侵入できたとしても、占拠したことにはならない。駒を総司令部マスに置くか、動かせる駒を全滅させることが目的である。なお、前期の駒が相手の総司令部に入った時点で占拠したと、みなされるので、後からその駒を取ることはできず、ゲーム終了となる。総司令部が占拠されれば、 残った駒の種類や数に関係なくゲームの負けとなる。ルールによっては、相手の対象を倒すことを目的とするものもある。また、25枚型では、相手の防御を破り、総司令部マスにいる元帥を倒すことを目的とする。軍人将棋は駒、バンからなり、対局者二人と審判一人の三人で遊ぶ。近年は、電子機器による勝敗の判定ができるタイプもある。 軍人将棋には突入口の形の違いと駒の種類の組み合わせにより数多くの種類が存在する。また、大行軍将棋という普通の軍人将棋よりも駒数の多いものも存在する。番は変形88を使う。短時間で終わらせることができ、番は変形86を使う。番は変形99を使う。これら以外にも様々な種類があるが、 ここでは31枚型、23枚型、25枚型について説明する、などの種類がある。このゲームのようとなるのが、駒の配置である。一般の将棋のように開始時の配置が決まっているのでは、なく、自分の陣地内であれば、以下の禁止事項を除き、どの駒をどこに置いても良い。このうち、後者は禁止事項ではあるが、最高列の軍機は、 どの駒にも負ける無駄駒になってしまい、開始時から他の駒一つ分の威力を失っていることになるため、一般的には罰則を設けないことが多い。総司令部は通常にマス分の広さがあるが、他のマスと同様、一つしか駒を設けない。前述の通り、召喚や左官を相手の司令部に入れることを目的とする。よって、遺憾、騎兵、公閉は、左官や召喚に、 必ず負けるので総司令部は置かない方が良い。スパイは対象だけには、勝てるがそれ以外にはことごとく負けるため、総司令部に置いたとき、残った駒の条件によるが、負けて占領される確率が圧倒的に高い。飛行機や公兵にも負けるので、地雷確認のために前もって倒される恐れもある。小佐や中佐も司令部を占領できる駒の中では弱いので負ける確率が高い。 タンクは左官には、勝てるが、敵の飛行機や公兵によって排除される可能性もあり、召喚にも負けて占領される。さらには、司令部の防御を、飛行機だけに任せることも、好ましくないとされる。一見すると、2列のどちらにも飛ぶことができ、敵司令部を常に狙えるベストポジションのように見えるが、飛んだ時点で、司令部は空になるので、司令部に隣接するマスに、 敵の左官があった時も飛行機は左官に負けることはないがその隙に侵入されることもある。左官でも敵司令部に侵入すればその時点でゲームの勝ちでありその後倒すことはできない。また司令部やその周辺は地雷除去のためや道を作るために敵の飛行機に攻撃されることも多くすぐ近くに召喚がいない限り飛行機同士が相打ちして 司令部が開いてしまう恐れもある。こうなると、司令部のすぐ近くが弱い駒しかないときは、簡単に占領されやすくなる。また、公平や、遺憾、騎兵で、地雷確認をされた後、飛行機ならばこれらの駒に勝てるが、召喚には負けるため、すぐ近くのマスに、敵の召喚がいれば、負けが確定したようなものである。地雷は、司令部を占領できる駒に勝てるので、 司令部に置けば一回だけ占領を防ぐことができる。飛行機や公兵、あるいは遺憾や機兵による相打ちで地雷を除去しても、余分に手数がかかるので、手数稼ぎにはなる。しかし、地雷は一度限りの手段であるため、地雷が司令部から除去された後、周りが弱い駒ばかりならば、蒸気の例と同様に占領されやすくなる。したがって、司令部に地雷を置く場合は、 地雷がなくなった後のことも考えなければならない。以上の理由から、司令部、またはその近くには、召喚が一枚以上あると良い。特に初心者は、大将を置くことが最も勧められる。司令部に地雷などを置き、その隣に大将を置くのも良い。大将を置けば、中上以下による占領は単独で防ぐことができ、スパイには、負ける代わりに占領されない。 中将は大将に負けるので、近くにスパイを置いて守らなければいけないが、スパイが飛行機などで倒された時には、敵の大将が地雷を踏むことを祈るしかなくなってしまう。大将の天敵はスパイであるが、スパイは大将以外のどの駒にも負けるので、種類がわからない敵の駒が大将に向かってきた時には、大将とスパイ以外の駒を当てて、スパイかどうかを確認するのが良い。 その味方の駒が負けた時には相手はスパイでないとわかる。スパイは対象よりも排除しやすいので、司令部の防御には対象が最も向いていると言える。同じ駒同士の戦い、対象対対象、飛行機対飛行機、スパイ対スパイなどは相打ちとみなしてどちらも盤上から撤去する。撤去した駒は再び使うことができず、撤去した駒は自分の駒しか見ることができない。 また、本将棋とは異なり持ち駒がなく、相手から取った駒を自分の駒にはできない。地雷が勝った場合は爆発したとみなし撤去されるのが一般的である。丸は勝ち、罰は負け、イコールは引き分けを意味する。地雷は動くことができないので、地雷同士が戦うことはない。勝つ種類、負ける種類、引き分ける種類の数もそれぞれ示した。飛行機とタンクは、 少々以上に負けて、大差以下に勝つため、少々と大差では強さの差が大きく、少差と大位では差が大きくないことがわかる。ただし、種類によって枚数が異なるため実際の勝率とは若干異なる。地雷はほとんどの種類に引き分けるので、強さ順位からは除外した。便宜的に、中将は大将よりも強いとしている。駒を動かしていき、相手の駒がある場所に、 自分の駒を進める場合、一般の将棋では、駒の種類に関わらず、新しくそのマスに駒を動かした方が、前からいた相手の駒を取ることができる。しかし、軍人将棋では、新しく動かした駒と前からいた相手の駒を一度、審判に見せ、審判は、上記の規則に基づいて、駒の勝敗を判断する。プレイヤー二人は、自分の負けた駒、または勝った駒によって、 相手の駒を推理していく。このゲームにおいては、何枚駒を取ったかよりも、相手の強力な駒、召喚、飛行機が、どの駒かを見分けることがより重要である。見分け方の一例として、相手の動いた駒にタンク及び遺憾、または騎兵を当てるという方法がある。タンクは、召喚、飛行機、公平以外に勝ち、遺憾や騎兵は公平に勝つので、これらの駒が、 どちらも倒されたら相手の駒は飛行機上とわかる。他にも大佐及び公平を当てるという方法がある。また、飛行機を倒した駒は召喚と判断できる。地雷が負けて、なおかつ遺憾や騎兵を倒した駒、あるいは高飛び、他の駒を飛び越すことした駒は飛行機以外あり得ない。なお、大佐を倒した相手はタンク以上の強い駒とわかるが、タンクを倒した相手は 公平の可能性もあるので、早とちりで強い駒と判断しないようにする。どの種類の駒を倒したか推測することも必要になる。例えば、大衣を倒した駒にタンクを当てて勝った時の相手は、左官、大佐を倒した駒に公平を当てて勝った相手は、タンク、つまり相手のタンク一つ減った、という形で推測できる。特に、弱い駒を当てて勝った相手は限定されるので、わかりやすい。 騎兵が勝てば、相手は公兵か、スパイ、公兵が勝てば、相手は、タンク、スパイ、地雷、将尉が勝てば、相手は、騎兵、公兵、スパイしかない。一方で、召喚や飛行機は勝つ確率は高いが、倒した相手を限定しにくいことが多い。強力な駒が判明した場合は、その駒を覚えておく必要がある。特に、召喚以外の駒は、 相手の召喚を避けるように動かすと良い。遺憾や騎兵は倒されても、支障が大きくないので、より価値が高い左官やタンク、飛行機を優先的に相手の召喚から逃がす。相手が対象ならば可能な限りスパイを当てるようにして、味方の中将または、少々は逃げ場があれば、最優先で逃げられるようにする。しかし、相手が飛行機の場合は、 味方の左官やタンクを逃がそうとしても、飛行機は高飛びができるため、追いつかれて倒されてしまうこともある。逃げ場がない時はその駒を諦めて、他の手を打つ方が良いこともある。また、相手の駒が飛行機であることが判明して、隣接するマスに味方の召喚があれば必ず倒すようにする。さもなければ、味方の駒を次々と倒されて、取り返しがつかないこともある。近くに、 味方の召喚がないときは、味方の飛行機を当てて、相打ちにする方法がある。自軍も飛行機を失ってしまうが、他の駒への被害を軽減できる。相手の中条や少将が突入口を塞いでいるときは、別の突入口から少々、飛行機、タンクなどを突入させる。どちらの突入口も中条や少将で塞がれているときは、敵陣の奥に飛行機を飛ばす手もある。 攻撃には、中将が最も向いている。動いた駒の大部分を中将かそれ以下の駒とみなし、中将を積極的に動いた駒にぶつける。勝てば、それでよし、負けたのなら相手の駒は対象であり、中将同士ならば、相打ちとなる。中将同士が相打ちしたら、次は少々を動いた駒にぶつけるようにする。なお、中将同士が相打ちした後、 少々が負けた時も相手は対象である。相手の駒が対象と判明した場合、スパイをぶつけて、相手の対象を排除することができれば、かなり有利に展開できる。しかし、常に、中将の近くにスパイを置いておくと、そのことを相手に読まれやすく、スパイが、相手の飛行機やタンク、公兵などに狙われる危険もある。特に、飛行機は、 他の駒を飛び越すことができるので、スパイにとっては大きな脅威となる。また、公平は横にも何マスも進めるので、スパイを動かす際には注意を払わなければいけない。スパイを失ってしまうと、相手の対象を倒すことが難しくなる。それを避けるために、中将の近くに遺憾などを置いて、スパイのふりをさせる手段もある。また、蒸気のように、 スパイと悟られやすい動かし方をするのではなく、スパイを中将からある程度離れた場所に置いて、相手の大将も最終的には総司令部を目指してくるので、大将が来るのを待ち構える作戦もある。大将が近づいてこなければ、スパイを最後まで温存して敵の駒が少なくなった時に倒す方法もある。中将を大将のように、少将を中将のように、 飛行機を他の駒と同じように1マスずつ動かし少々のように、1ランク上であるかのように動かして相手を騙す戦略もある。この作戦が成功している間、敵の駒数を減少させ動く駒と動かない駒が、はっきりしてくると勝負が決まることが多い。また、倒された駒よりも1ランク強い駒を当てないようにする。例えば、味方の注意を倒した駒に、 自ら単位を当てることは、駒や手数を無駄にしてしまうだけである。注意が負けたという条件から、相手の駒は少なくとも単位以上であり、勝つことはない。また、詳細以上の駒は、単位よりも数が多いので、負ける確率が圧倒的に高い。よって、ほとんどの場合は、自分から駒を捨てることになる。逆に相手にとっては、動かなくても駒を取ることができた上に次の手に、 映るのが早くなるので、好都合になってしまう。偶然相打ちしたとしても、相手の体位が確実に減ったことしかわからない。相打ちになれば、相手にも同じ情報を与えるので、自分が有利になることはない。対象は、中将や少将、飛行機などに比べ攻撃に向いていない。特に初心者は、攻撃の前線に出すべきではない。中将と少将は負けた時に、相手の大将。 または中将を特定できるという利点があるが、大将にはそれがない。スパイを特定できても、大将が倒された後では意味がない。大将同士が総裁するならば、ともかく、スパイで大将を倒されると敗北に直結してしまうことも多い。大将は敵の中将や少将を倒した後は、スパイに狙われる羽目になる。勝てる相手が多いゆえに、 敵の中将や少将をいつ倒したか判断するのは難しいので、いつスパイに狙われるかがわからない。また、スパイを倒したかどうかを判断することはほとんどできない。数少ない例外として、スパイ同士が相殺した時と対象の前にある軍機が負けた時があるが、特に前者の確率は非常に低い。対象を最後まで生き残らせることは基本である。大将さえ残っていれば、 司令部の占領を阻止できる。中将を最後まで生き残らせるのも良いが、相手の対象が生き残っていた時は負けてしまう。スパイは弱い駒なので、最後まで残すことが強い駒に比べて難しい。召喚が地雷を踏むと著しく不りになるため、一度も動いていない駒には、召喚ではなく飛行機を当てるのが良い。飛行機は地雷に勝ち、その他にも勝てる種類が多いため、 召喚は、地雷ではないと判明した駒にのみ当てるようにする。運任せに駒を当てているのでは上達できない。多数の動かない駒を持っており、地雷とその他の駒が分からない状態を維持していくことが鍵になる。序盤や中盤において、一度も動いていない駒が地雷か、どうかを判断するには、気平や遺憾といった弱い駒を当てる方法がある。同じ弱い駒でも、 スパイと公平はそれぞれ敵の対象を倒す、地雷を除去するという大きな役目があるため、種類がわからない駒に当てるべきではない。これらの駒が相打ちになったときは、相手が地雷であった可能性がある。負けたときや勝ったときは、地雷ではないと判断できる。例えば、勝位を当てて負けたときの相手は、注意以上、軍旗の可能性もある。勝ったときの相手は、騎兵、公平。 スパイのいずれか、相打ちしたときは正位、または地雷であったと考える、中位、大位、騎兵を当てたときも同じ考え方。終盤になって動かせる駒が少なくなると、地雷とそれ以外の駒の判断がつきやすくなるため、この時に公兵を動いていない駒に当てるのが良い。敵司令部にある駒が地雷の可能性があるとき、乗り込む前に飛行機加工兵を使い、 その駒が地雷かを確認することも必要になる。地雷を踏んでしまうと、召喚や左官を失ってしまうため。地雷は、司令部を占領できる駒には勝てるため、司令部に設置した場合、一回に限り占領を阻止、できるが、飛行機と公兵には、占領されない代わりに負けてしまう。この点から、敵司令部に地雷が設置されている、可能性を考慮し、召喚や左官が、 敵司令部に乗り込む前に飛行機や公兵を当てて、地雷を除去する。もし、公兵を当てて負けたら、その駒は、地雷やスパイ、タンク、公兵ではないとわかる。飛行機や公兵がないときは、遺憾や騎兵といった、司令部を占領できない駒を当てて、相打ちにして、地雷を除去する。初心者は、敵司令部にある駒が地雷かどうかを確認するために、 飛行機を飛ばすことも多いが、騎兵が2マス進める利点を生かして、司令部の前が開いた時を狙って、騎兵を当てる方法もある。遺憾は一度に1マスしか進めないので敵の駒が多い。うちは、司令部にたどり着く前に倒されやすい。飛行機と後兵は移動力が優れているが、飛行機は高飛びをすると、後兵は前に3マス以上及び後ろか、横に2マス以上移動すると、 他の駒にはそれ以上の移動力がないため相手には即時に駒を判断れてしまう。戦況を見極めて多用するのか控えるのか、その点は注意すべきである。後兵は飛行機とは異なり高飛びができないので、序盤は動きが限られるが、終盤に近づいて駒の数が減ると本来持つ移動力を発揮できる。飛行機はゲーム開始時から飛ぶことができるが、 初めから飛ばして相手に正体を明かしてしまうのは好ましくない。序盤のうちは他の駒と同じように動かすことが望ましい。しかし、例えば味方の少々を倒した、つまり明らかに召喚と判明した敵の駒が逃げ場のない飛行機に近づいてきた時など、その場にいても倒されると分かった時などは飛行機を逃がすために他の場所に飛ばした方が良い。飛行機を失うことは、 戦力の大きな損失になるためまた、その場所に敵の将官がいれば、飛行機は負けるが、その代償として、相手の召喚がどの駒かを知ることができる。軍機を自陣の最高列に置くことが許されるルールもあるが、一般的には禁止されている前述の通り、最高列の軍機は、どの駒にも負けるので、軍機は最高列に置かないように。 地雷の前に軍機を置く戦術もある。この場合は、地雷が一向多くあるのと同じになる。ただし、軍機の後ろの地雷が先に除去された場合は、地雷の能力が失われる。この時、公平が当てられて軍機が負けた場合、騎兵や遺憾などの駒で公平を排除できる。もし、騎兵や遺憾、左官が負けたら、相手は公平ではなく飛行機である。地雷以外ならば、 大将、または中将を置くことが考えられる。中将の場合、軍機の近くにスパイがあると突破は困難となる。しかし、この戦術は中盤以降はやや読まれやすく、中将や大将が攻撃に使いにくいことが多いので、一長一短と言える。基本駒同士が戦えば、すぐに勝敗を判断できるが、それ以外の駒が戦いに絡むと、勝敗の付け方が特殊なため、 初心者やルールを把握していない者が審判を務めると、時間がかかったり、その都度勝敗表を確認したりするなどをして、相手の駒の予想を立てやすくなる場合もある。また、場合によっては、勝敗判定を誤ってしまう恐れもある。そのため、審判役は、ある程度の熟練者が務めるのが望ましい。軍人将棋には、数々のローカルルールがある。軍人将棋では、 突入口付近で召喚が睨み合う場合などに、いわゆる千日手のような膠着状態になることがあるが、この場合の一般的なルールはなく様々な、ローカルルールがある。一つの方法としては、千日手の直前に攻撃を受けた、駒をぶつけられた方が打開しなければならない、というものがある。このルールでは、戦術のような召喚同士が対峙している、場合などに千日手を意した戦術が取られることが、 しばしばある。また、駒が少なくなった終盤の千日手の場合、すべての駒を表にして一番強い駒が残っている、側を勝ちをする方法もある。例えば大佐と小佐が残っていた場合、大佐を持つ側を勝ちとする。この場合タンクや飛行機などをどう扱うかなどは地域によって異なる。軍人将棋は多くのバリエーションがあり、戦前から、 様々な駒が発案されてきた。そういった駒の中で、特に有名なものには次のようなものがある。他にも製品によっては、代償、公平、MP、ジェット機などのコマがある。ラタックでは、軍人将棋と違い、審判を必要とせず、駒と敵のコマとがぶつかった時に両駒を表にして、勝敗を決め、以後それらの駒は表を向けたままにする。 中国のボードゲームである軍お及び欧米のボードゲームであるストラティオには盤の形や駒の種類、勝敗で類似点が見られる。登場機もよく似た中国のボードゲームである。いずれも盤には川に相当する部分があり、将棋やチェスよりもシャンチーに似ている。また、シャンチーの駒を裏返して行う中国のボードゲームとして暗記がある。 駒の動かし方や勝敗は軍人将棋などと似通っており、これらのボードゲームの起源となっている可能性が考えられる。1907年、明治40年に書かれた書物、世界遊戯法大全には、戦将棋の名で紹介されている。その中では、これは日清戦争の頃にできたものかと思うが、仕組みがなかなか面白いところから、 今は全国に普及しているのでここに解く必要がないのように書かれている。遊ぶ方法を紹介しない代わりに、当たり前の将棋のように駒を表に向けておくと審判もらないし、闇市にもないと駒を伏せずに遊ぶ方法を紹介している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。